どうもこんにちは。今回は更新した原付の自賠責保険証明書をアプリの Uber ドライバーからアップロードして承認されるまでの流れをお伝えします。まず自賠責保険の有効期限が切れる一月前くらいに Uber からメッセージが届きます。証明書を更新せよ、とのことです。その何日か後も同様のメッセージが届きます。私の場合、加入した保険会社から更新通知のハガキも届きました。これを原付を購入したバイク屋に持って行き、自賠責保険を更新してもらいました。ちなみに契約期間は36ヶ月を選択、保険料は1万170円でした。更新した自賠責保険のシールを貼ったナンバープレートを一応スマホで撮影しておきます。あとは新旧の自賠責保険の証明書を手元に用意します。このように更新した新しい証明書のみを撮影して送信しても承認されません。送信された書類は効力の発生日が将来の日付ですと表示されます。期限切れの前に更新したので当然のことだと思いますが、なぜか弾かれてしまいます。確か前回も更新できずサポートに問い合わせたことを思い出しました。過去のメッセージを確認すると、新旧の自賠責保険証明書を並べて1枚の写真に撮るといいようです。ということで以下は私が実際に行った iPhone の画面をもとにその手順をお伝えします。まず Uber ドライバーを開き、左上の3本線のアイコンをタップします。受信トレイをタップします。書類が期限切れ間近のため更新が必要ですの件名をタップします。車両に関する要件の自動車賠償責任保険証明書をタップします。あらかじめ撮った写真も使えますが、私は写真を撮るをタップしました。このように新旧の証明書を並べて撮影します。証明書には車両のナンバープレートの情報が記載されている必要があります。画面の向きは縦で構いません。撮影したら写真を使用をタップします。写真にブレやボケなどがなければ送信をタップします。車両に関する要件の画面に戻ると審査中と表示されています。ナンバープレートの写真が確認が必要ですと赤く表示されている場合はここをタップします。この書類は有効期限が切れていますの画面が表示されるのでナンバープレートの写真も更新します。写真を撮るをタップします。ここではあらかじめ撮影した写真を使うので左下のアイコンをタップします。写真を閲覧をタップします。撮影したナンバープレートの写真をタップします。問題なければ送信をタップします。ナンバープレートの写真も審査中になりました。ホーム画面に戻ると同様のメッセージが表示されています。数分後、メッセージが変わりました。対象車両を追加、または選択するとのことですが、これは無視して構いません。その後すぐ以前のメッセージの表示に戻りました。するとまたすぐにアカウントが有効になりましたの通知が届きました。受信トレイをタップします。アカウントが有効になりましたのメッセージが届いていました。ホーム画面に戻り必要なアクションをタップします。自賠責保険証明書とナンバープレートの写真が完了となっています。無事承認されたようです。ホーム画面のメッセージの表示は変わりませんが、出発をタップします。オンラインにすることができました。これで以前の通り配達のリクエストを受けることができるようになります。私の場合、運が良かったのか、自賠責保険証明書の送信からここまで1時間ほどしかかかっていません。ともかく以上の手順を踏めば書類の更新はできるはずです。初めて手続きされる方のご参考になれば幸いです。それではご視聴ありがとうございました。